今日はですね、When you wish upon a star、 星に願いをですね、それの、ソロウクレレに挑戦してみましょう。ところでですね、この、今僕が着てるこの T シャツなんですけれど、ここにですね、Just Married って書いてますね。ここに、Sage and Mitchie って書いてますね。であと日付がですね、これは77年ですね、そしてジューンのトエルス6月の12日ってなってますけどね、これ実はですね、まあミッチというのはですね、僕の奥さんのことですけれど、あの僕ら結婚した時1977年の6月12日なんですけど、まあ、その時にですね、あの、お祝いに集まってきてくれた人たちのための引き出物としてですね、これを作ったんです。 T シャツをですね、まあ、ミッキーマウスですね、でこっちがミニーマウスですね、まあ、ミッキーとミニーですね、これを売ったりしたらですね、当然です、この、ディズニーの、商標登録といいますか、に引っかかってですね、犯罪ですけれど、まあ、一応ですね、うちうちで、配ったものなんです。これ僕が、まあ、書いてですね、この、この T シャツにして、77年ですから、今から、何年前ですか、そうですね、40数年前ですね、そんなね、古い T シャツなんですけれど、この間つい最近なんですけれど、このうちの奥さんがですね、お母さんが亡くなって、でまあ、実家の片付けを、まあ、してたわけなんですね。で実家に、なぜかですね、この、記念すべき、40何年前のですね、43年前か、T シャツがあったわけです。でまあ、ちゃんとねビニールに入っててですね、まあ、多少シミがついてましたけどね、洗濯をしてね、今日ちょっと着てみました。そんなわけで何でしたっけ、When you wish upon a star ですね、ちょっと余談になってしまいましたけど、まあその星に願いをですね、これのソロ遅れですね、これはつまりですね、コードでね、まあウクレレソロというのはそのなんていうの、単音があってコードがあって単音があってコードがあってみたいな展開が、一つのパターンですけれど、これはもうコードをですね、いろんなコードをこう展開していくことによってその中でメロディーを作っていくっていうかな、まあ、コード主体の、アレンジにしました。でそのコードもですね、結構ね、D7 のマイナス6だろうね、B フラットアド9だろうね、なんか、C シャープ7プラス9だろうね、小難しい感じの、コード名が多いんですけれど、
あとはそのハイポジションですね、制覇して抑えるコードが多いので、まあ、ちょっと、なかなかですね、慣れないうちは、若干その難しいかもしれませんけれど、まあ、一応そういう感じで、まあ、ジャシーなコードっていうんですかね、そんな感じで、まあ、おしゃれな、コードで一応構成しています。欲しい願いをちょっとやってみましょう。まず1段目なんですけれど、まあこの、っていうね、最初のメロディーが、まあ、コードとともにっていうのかな、まあ、単音もありますけれど入っていきます。で最初はこの3弦の単音から始まりますね。そして次に、あ、ちなみにこれ全部1拍ずつ、2拍っていうのもちょっと時々半拍もありますけれど、すごくシンプルなリズムなんで、リズムに関してはね、全然難しくはないと思います。そして右手も親指弾きオンリー、ほとんど親指弾きオンリーでやってみました。だから、そんなにそこら辺は難しくないと思います。まあ、要はそのコードですよね、制覇コードなんかの流れるようにこう弾いていくっていうのがね、若干その、ややむずっていうところがありますけどね。それでまあ初めからいきましょう。3弦の開放ですよね、どの音から出ます。そしてその次がこんな感じですよね、3102の F です。まあこれもそんなにね、おなじみだと思います。そしてその次の D7 のカッコマイナス6ね、ややこしい名前ですけれど、まあ、僕は押さえ方としては1弦の1を人差し指、2弦の2を中指ですね、そしてこの4弦の2はですね、親指でこういうふうにこんな感じで D7-6 を出してます。まあ、これね、4弦の2を押さえなくても4弦開放でもですね、そんなに差がないような気がしますね。だからこう来て、まあ、こう来てこうなりますね。そして、まあ、こういくんですけれど、まあ、このまま4弦開放でも、まあ、あるいは、これは全体に言えますけれどですね、難しければ4弦を弾かなくても3弦からの、なんていうの、ダウンストロークで4弦は省いちゃってもね、あまり大きな違いはないです。まあ、ハイジーユクレレの場合ですけれどね。ですから、まあ、難しいなって思うところはですね、例えば4弦は弾かないでちょっと、省いてしまうっていうのもね、ありなんで、まあ、そういうこともちょっと含めて、これにトライしていきましょう。なかなか1小節目から動かないですね、すみませんね。とりあえず1小節目はこう来て D7-6、 そして開放、その次の2小節目なんですけれど、2弦の2、そして3弦の1、こうですね。これは10音になりますね。まあこれはもう、2弦の2は中指、3弦の1は人差し指、これでしょう。そして半音また上がります、こうですね。そしてその次に、コード名は B フラットアドナイってことですけどね、こういうことですよね。5フレットを全制覇して、で、中指が、2弦の6いきますね。これもそんな押さえるのは難しくなってます。ですから2小節目はこう来て、こう来て、こうなりますね。まあこれも全体で今までずっと言い続けてきたことなんですけれど、コード、要するに途切れなくね、メロディーなりコードなり弾くコツとしては、指を残していくっていう考え方がありますね。例えばこう来てですね、こう来て、ここに中指の、2弦の3に中指があります。ですからこのままこの中指はその、弦から離さずにですね、このままヒューって2弦の6まで持ってきて人差し指を背中の形にします。だからここのところ、例えばこんな感じになりますね。そうすると音が途切れないで済むっていう感じですよね。というか音を途切れさないようにするためには、そういう指使いを意識してください。そして3小節目です。3小節目は2弦の開放から始まります。そして、1弦からの767ですね。まあ、2弦の開放を打ってですね、次の767は C7 ですけれど、指の形はこれ G7 です。おなじみの G7 の指の形です。そして次が E-7 ってなってますね。5340、1弦からですね。こんな感じです。
まあ、僕はこの薬指を、なんていうんですかね、1弦の5で、そして、ここの、1弦の3、2弦の3に関してはもう花からこういう感じで制覇してます。まあ、要するに こういうふうに指をこう立てないでね、もう制覇しちゃってますここで。というのは、こう来て、この Em7 が来たら次に C っていうかな、3340、もうすぐ薬指が外れてこのフォームを作るんで、もう鼻から制覇してた方がいいって感じですね。ここで指を立ててるとですね、またこうしなきゃいけないというか、まあそれが、まあ、最初から制覇しておくのが楽かなと思います。その、この C に行くときに、だから、ここの3小節目に関しては、2弦替えを打ったらすぐもうここに G7 の指の形がこう上にももう用意しておく感じですね。こんな感じですね。そしてこのままずらしてこんな感じでやりますね。で4小節目、この C7、あ、C の形をですね1フレット、半音下げます。こんな感じですね。この時4弦はここまで4弦を弾くとちょっと変な音になるんで、この場合は4弦弾かないで3弦からのダウンスタート、そしてまた C に戻ります。そして、1段目の最後の G7 サス4というコードなんですけれど、これはこういう音ですね。僕は結構これが好きなんですけど、ね、この響きがね、まあ、これは、7フレットをこういうふうに人差し指で制覇して中指で、ここの1弦8と2弦8を僕はこう制覇して2本の指で弾いてます。こんな感じですね。これが1段目です。1段目ちょっとゆっくりやってみましょう。まあゆっくりの曲ですけどね、もともとがこう来て、でこう10音でこういう感じですね。で開放を打って、でここまで来ました。これ1段目ですね。そして2段目です。2段目、最初のここが7フレットを制覇して、こういう感じですね。まあ僕はこの1弦の10は小指で押さえてますけど、まあこんな感じの、E7 プラス9ですね。そして次はですね1弦の8、これ単音でいいんでこんな感じですね。僕はこう中指を制覇はね、そのまま指を残していた方がいいです。外さないで、というのはここまで単音で1弦の8この形でね、1弦の8を打ったらそのままここまで下がります。4フレット制覇で指の形は今の E7 プラス9と同じ形なんですけど、そして今度同じように5の、1弦5の単音を死んでこんな感じですね。こんな感じですよね。そして、次の小節が Dm7 から始まります。まあ、Dm7 僕はこういうふうに親指でこうやってやってますけど、まあ、こんな感じで、3弦4弦を中指で制覇してもいいです。まあ、こうして、でこのまた次が1弦の1の単音、その次に D7 で D7 の次が、2弦の3の単音ですね。だからここのところこうなりますね。今指に関しては、まあ、この D7 はこれがいいかな。2弦の2が中指、4弦の2が人差し指、そして次に2弦の3の単音が来ます。こんな感じですよね。そして次が B フラットでアドナインですね。さっき出たやつですね。こう来て次にコード名だけやたらやこしいですね。 C の13のマイナス9よくわかりません、僕もね。まあ、押さえ方としては単純、まあ、C7 みたいな感じですけどね。ちょっと C7 っぽいですけどね。013、まあ、ここのところ、4弦の3はもちろん、ここは薬指でも構いません。こうなります。そして、1括弧ですね。1括弧は Em7。こういう感じですね。指の、こっちの指を、まあ、Gm ね。Gmと同じ指の形です。まあ、こういうふうに、人差し指、薬指、中指でいいと思います。僕ちょっと小指を使いますけれど、まあ、ここのところ、Am7 から3540から3230、F シャープディミニッシュ、
ディミニッシュですね。その次に Dm7、 そして、次が、C オーグメント。 C オーグメントは3フレットをこうペタッと制覇してですね、こんな感じで中指、をで、2弦3、3弦のを僕は制覇してで、ここのところですね、1カップのところ、まあ1回目のところなんですけど、この Am7 から1拍ずつこうなりますけど、最後の C、オーギュメントはですね、譜面では表してないですけど、ここのところはちょっと溜めた方がいいですね。だから、タン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 、溜めて頭に戻ります。こんな感じですよね。で、ここまで来たら2カッコです。で、2カッコのところは F ですけれど、これ2弦まで弾きや、2弦までしか弾きませんから、4弦からダウンストロークして、親指を1弦の上で休みましょう。ここまでが、最初の部分ですね。そして、まあ、サビと言いますかね、最初 Gm7 ですね。まあ、Gm7 というのもこれがありますけど、2弦3弦4弦で作ります。指の形、この指の形は G7 と同じ指の形です。2弦からの3、2、3ですね。その時にこれが2フレット分上がっていきます。5、4、5ですね。こうです。そしてその次が F なんですけれど、3、1、0、2の F ですね。だからここのところ、のところですよね。で、ここで、この F、3、1、0の F をですね、全音符っていうか、4音符伸ばしてるとちょっと持たないっていうのがありますから、まあ、F シャープディミニッシュをここで一拍伸ばせる感じですよね。だから、で、ディミニッシュ一拍、あ、2拍ですね。こんな感じです。そしてその次の小節が、Gm7、ここから始まりますけど、最初に四分休符があるんで、うん、休んでから、うん、で、ここなんですけれど、Gm7 に打って、Am7 全開音ですね。で、この C シャープディミニッシュの1弦からの101010はですね、僕はおすすめはこの薬指を1弦の1、そして、何3弦の1は中指がいいかなと思います。というのはね、次にもうすぐ F ディミニッシュ、こうなります。ここからこうなります。ここからこうなるんで、で、まあ4弦の1親指になります。まあ、さっき言ったようにですね、4弦無視しちゃって、ここのところなんかね、つまりこう来たらですね、まあ、ここを4弦弾いてもいいんですけど、次のところ、このまま、まあ、ほとんど G7 ですけどね。で、このまま5454で、3540 Am7 に行きますけど、ここのところも、まあ、4弦弾かなくても、例えばこういうことです、ちゃんと4弦を弾いて やりますね。だからこう来て、こうか。で、4弦を弾かないで、4弦省略してやってみます。うん、まあ、聞いて分かってるんですね。ほとんどあまり違いはない感じがしますね。だからちょっとここのところね、少し難しい、コードが結構動くところなんで、特にこのここのところですね、まあ、ここなんかもね、まあ4弦、まあ、4弦弾かないでやってもほとんど問題ないんで、あまり変わりないんでですね、まあ時々そういう風に、ちょっとですね、譜面にこう書いてあるからそれ通りしなきゃいけないってわけじゃないんでですね、時々、まあ、ズルじゃないですけどね、その方がスムーズにいくんだったら4弦いかないでやってもいいかなと思います。はい、それで4段目になりますね。4段目は、最初 Am7 全開音から始まりますね。
まあ、このなんていうんですかね、全開放、嬉しいですよ、なんかね、楽なんでね。で、まあ、この最初に四部休符があるんで、運があって全開放から A フラットマイナーっていうのがあります。こういうやつですね。1弦からの243、そして、まあ、これは4弦は弾きません。4弦弾くとちょっとおかしなコードになるんで、だから親指ダウンストロークするときには3弦からのダウンストロークにしてください。そしてまた Am7 ですね。これ半音上がります。同じ指です。同じ指のフォームで半音上がります。これは、4弦のところは弾いちゃっても Am7 でいいんで。そしてその次に C シャープディミニッシュっていうのがありますね。4、5、5ですね。まあ、これこっからですね、ここに757に行きます。このディミニッシュからで5350 G7 ですね。だここのところね、ここから、まあ、こんな風に、コードが動きますけれど、まあ、指の形としてはこの、まあ、1弦から3弦までに関して言えば、この G7 のフォームから、これはミドル G7 のフォームっていうのかな、757、こう広がったフォームですよね。そしてこのまさにミドル G7 に移りますよね。だからここのところ、まあ、こう指がこう広がったりとか狭まったりするところなんですけど、ここのところもですね、要するに、くどいようですけれど、コードを弾いている時もあまり音が途切れないように、こう滑らかに展開していくようにですね、弦から指を離さないで、まあ、ここの例えば A フラットマイナーって来たらですね、ここ4543からですね、指を離さないでこんな感じですね。でこの時にですね、例えばですね、この4343、このディミニッシュから C シャープディミニッシュからここに行く時にですね、なんていうの、この置いてる親指ごとっていうかな、全体をこういうふうに動かしちゃう。全部こうやって、わかりますかね、親指も動いている。こういう状態になるとですね、スムーズにいきません。引っかかっちゃったりしてですね、音が途切れる原因になります。だから、ここで例えば、この C シャープディミニッシュを作るでしょ。作ったら、このここに置いている、ここの親指ですよね。これを親指はあまり動かさない。ここ固定した状態でここまで持っていきます。で、またこう戻ります。こんな、ちょっとこんな感じですね。こんな感じですね。そうすると、なんていうんですかね、こういう感じ、こうやって動くんだけど、親指はここに置いたまんま、こういう感じで動きますね。まあ、他のケースでも結構これはあります。そうすることによって、なんていうのかな、ここがこうつっかえたりとかしない感じがするんで、まあ、こういう動きの時はですね、親指をここで固定して、動かす、ことを意識して、こんな感じですよね。そして、どこに行ってるかちょっと分からなくなりました。こう75757で、まあ5350、まあ来たらですね、次にまた757まで持っていきますね。そして、次の2弦の8の単音ですね、小指で単音ですけど、こう打って単音の、1弦の8を打ってですね、その次に、今度この中指がですね、2弦の5に置いて中指が2弦の6まで、来ます。そしてこういう、こういう単音になりますね。これは、まあ、C7 のサス4ですけどね、でこのまま4本の指をそのまま置いとくといいでしょう。そして伸ばして、2拍半伸ばして、これで、この親指のアルペジオですね、このままこんな感じですよね。で最後の C7 は全拍ありますから、4拍伸ばします。1234ですよね。まあこれはちょっとややため気味にですね、最後のところに入っていってもいいかと思います。で、まあ、ここのところがねちょっとややムズのとこですね。4段目 Am7 から始まってで A フラットマイナー、こうですね、でこう来たら、こんな感じですね。でっ
いんですよね。だからまあこの親指アルペジオのところ、この8870のところ親指アルペジオのところもちょっとこう、ため気味っていうのかな、フェルマータっぽい感じで、アルビーでしょね。あ、ちなみにですね、この親指ストロークこう全体を通してですね、あんまりこう無造作にジャンジャンとやらないでですね、こうちょっとロールストローク気味って言いますかね、4弦からパラパラってやるときに少しこうロールストローク気味、ちょっと遅らせ気味で、つまりこんな感じでやると綺麗に響くんじゃないかなと思います。そして1,2,3,4,5 段目ですね、また最初のテーマが出てきます。こうですね、でで同じですね、でその次のですね Bb9、まあこれですけれど、ちょっと僕はあのさっきやったのはですね、こうずっとあの一拍一拍一拍でこう、まあ、シンプルな、まあなんていうんですかね、リズムなんですけれど、こう2拍待つんですけれど、ちょっとね待ちきれないっていうのかな、まあ、ちょっとあのここのところ例えばこんな感じで、こんな感じでですね、あの太田さんがこういうのやりますけどね、親指でね、まあなんとなく譜面には書いてないんですけど、こんな感じで入れてみました。でその次のですね Fb7+9 ってやつですね、まあ、譜面ではここを制覇してこうですね、このなんていうんですかね、9フレット制覇してこういう感じですね、まあ、これもできますけれど、できますけれど、これがですね結構ね、いわゆる12フレットのジョイントのウクレレではですね、この位置がねなかなかですね、もうこうギチギチになってですね、なかなか難しいです。まあこれでもいいんですけどね、できれば別にこれでいいです。僕ちょっとねあのもう、4弦弾かないでね、こういう感じでここ制覇しちゃうと、もうね時々こうあなんていうのかな、こう苦しくてきつくて、あの間違えるとこう押さえちゃうところがあるんで、まあ、ここのところはもう3弦までで、こんな感じでいいかなと思います。あの12、9、10ですね、まあだからほとんど違いないですよ、こうやってこれとね、まあこのところで、さっき同じように Bb9でやったようにですね、こんな感じでちょっと遊んでみます。そしてその次がですね Fm6 なんですけれど、これねあの、1弦からの8/8なんですね、僕はこんな感じで4本の指で全部使ってですね、1弦の8が小指、2弦の8が薬指、3弦の8が中指で、4弦の7は人差し指みたいな感じで、こんな感じでグワシッとね4本の指で、まあ、制覇でこんな感じでできなくはないですけど、こう制覇はなんか難しい感じがしますね、まあ、僕はこんな感じでします、4本の指で。そして、伸ばしてここ親指のアルペジオですね、で今度半音下がります、ですから7776ですか、でまた親指アルペジオで、最後がですね Dm6 ですね、こういう感じですね、5554ですね。だからまあここ最後のところ Fm6 から指の形は全部同じです、だんだん下がっていく、で最後もうね、あのすごくシンプルにですね、あまりこうトレモロとかはせずにですね、コロンというふうに終わる感じで終わります。まあ最後ですから、やっぱりちょっとリッド気味っていうんですかね、だから例えば、Bb9からやるとこのね例のでこう溜めて、ここからリッドに入りますね、こんな感じですね、このなんか最後のこの、まあ、Dm6、まあ、コード名は Dm6 になってますけど、なんかこれがね、結構好きなんですよ、なんかこう、
ちょっと切ないようなね、なんていうのかな、僕はこういうコード、好きですね。美しいなと思いますね。まあ、ジャジーなコードですけど、まあ、そんなわけで When You Wish Upon a Star やってみました。さっきも言ったように一拍ずつ丁寧に丁寧に弾くコードストロークですねを弾くことになります。まあ、いろいろ音を途切らさないようにするコツなんかも言ってきましたけれど、とりあえず、ハイポジションのコード、制覇コードも多いし、今まであまり弾いたこともないようなコードも結構あると思うんで、頑張って練習してみてください。はい、ちょっと補足です。今やった、When You Wish Upon a Star 星に願いのソロはですね、一拍一拍っていうんですかね、まあ、こういうまあ、オリジナルがこんな感じなんで、まあ、これで全然、いいと思いますけれど、例えばですね、なんかこう一拍ずつやるのなんかちょっとつまんないみたいなのがあったりですね、まあ、スマイルなんかでもやったルバートですね、ちょっとフリーテンポな、そういう感じでこうちょっとテンポフリーにしてですねやってみるのも、一つの、面白い試みかなと思います。例えばこんな感じ、今かなりリズムを崩しましたけどね、まあ、ここまで崩さなくてもいいと思いますけれど、あとは、スイングっていうか、まあ、シャッフルっていうか、そんな感じでですね、この曲を料理してみるっていうか、こんな感じですかね。こんな感じで、すごくなんていうかな、ノリがいい感じの、When You Wish Upon a Starになりますけれど、そんな感じでですね、いろいろね、だん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 こう、慣れてくるとっていうか、できるようになってくるとですね、料理をねこう変えてみるね、素材は、ここにあるんですけれど、コートとかそんなのは同じコード使ってもいいんですけど、リズムを変えてみたりとかね、そういうことによってね、より一層なんていうのかな、音楽をする楽しさ、ソロを作る楽しさが、できるんじゃないかなと思います。そんなわけで今回ちょっと長めになりましたけれど、星に願いを When You Wish Upon a Starのソロコードに挑戦してみ、ました。頑張って、練習してみてください。よろしく。プロリンコ。